追い風山広くに、1938年6月16日から2014年1月2日は、青森県北津軽郡、加瀬村出身で、立浪部屋に所属した大相撲力士である。自己最高位は、東前頭6枚目。現役時代の体格は181センチメートル、131キログラム。特異種は、左四つ、より、上手投げ。 現在のおいて風親方の学譜。なお、夫人は最初の師匠、八代、おいて風の義理の命である。五人兄弟の末っ子として生まれ、子供の時から体格が大きく多くの相撲大会に出て活躍していた。その活躍ぶりが、同郷でおいて風部屋に所属した元幕下力士、清水岩の目に留まり、中学校在学中に同部屋へ入門することとなった。 1953年5月場所にて、14歳で、初土俵、翌場所から立浪部屋所属となった。女の口についた時の嗜名は、師匠の元を大関、清水川から一時を取った、清桜であった。なお、改名後の、追手山及び、追い風山は、いずれも、追手風部屋にちなんでいる。以来、1954年1月場所で、女二段。 1955年1月場所で三段名昇進。1956年1月場所では幕下昇進と順調に出世街道を走った。1959年1月場所、20歳で重量に昇進。その後、1960年5月場所で新入幕を果たした。ひ力だが、 重い腰を生かしたよりや上手投げを得意としたが、組んでも頭を下げず勝ち見も遅くて、幕内上位へ進出できず、1969年5月場所限りで引退した。引退後は年寄り、大ナルトからど置いて風を襲名し、長らく、立並部屋の部屋付き親方でいた。だが、娘婿である元前頭に、大将山の中川親方に置いて風部屋最高を、託して、 老いて風と中川の年寄り名石を交換。この間、元、大正山と共に友綱部屋に移り、1998年には、元、大正山の11代、老いて風親方の独立とともに老いて風部屋に移籍。以降は、部屋付き親方として、定年退職まで部屋の運営をサポートした。定年退職後は、埼玉県内で暮らしていたが、 2014年1月2日に心停止のため75歳で急性した。ありがとうございます。